どうも、奈良コミのタカです。今回は今年オープンしたうどん居酒屋のお得ランチがあると情報を耳にしたので調査に行きたいと思います。うどん居酒屋ってだけでも珍しいのに鴨料理がコスパよくいただけるのだとか、これは気になる。お店は二ノ口駅からも徒歩で行ける場所にあり好立地。どんなお店なのか期待を込めてレッツゴー。今回お伺いさせていただいたのは奈良県橿原市二ノ口にあるうどん居酒屋六本松城さん。とにかく食らうべしの文字が。おしゃれな外観、どんなお店なのか緊張もしながら早速店内へ入っていきたいと思います。店内は入ってすぐテーブル席があり、いろんなお酒も並んでおり、おしゃれな雰囲気。一人でもお伺いしやすいようにカウンター席もございます。和気あいあいとした雰囲気がありました。この周辺に住まれている方は Uber や出前館も対応可能です。ちなみに電子マネーで支払いも可能です。今回ご用意いただける席はなんとこちら、個室席。広々とした空間で予約すれば誰でも利用できるということです。まずこちらランチメニューになっております。こちらね、セットメニューがね4つあります。 A から D あるんですけども、それぞれ種類が中身が違うって形ですね。一番高くても1200円ねな。1200円の A セット、京鴨うどんのロースとか、まあ、天ぷらうどんとか京鴨カレーうどんで、オールスターの中から1つ選んで、めはり寿司、いなり寿司、白ご飯、混ぜご飯っていう、これを選ぶことができると。で、例えばこれ B セットになった場合は1000円なんですけども、こちらが京鴨うどんのまあももになるんですね、お肉が。で、かすうどんとか梅うどんとかきつねうどん、わかめうどん、卵とじうどんと。で、こっちもセット選べますよ。で、このこちらの1000円のセットはこれ丼になりますね。鴨丼とプラスでミニのうどんがついてくるっていう、丼とまあうどんを両方楽しめるっていうセットですね。で、こちら1200円のこの京鴨カレーっていうのがあって、こちらがスープ付きのセットになってますと。これ単品にすることもできまして、うどんの場合はマイナス100円、丼はマイナス200円で単品にできると。こちらトッピングなんかもすることができるっていう形ですね。で、こちらドリンクもありまして、まあ、コーヒーとか、まあ、ソフトドリンクとか、アルコールではプレミアムモルツの瓶とかね、オールフリーとかあるんですけども、夜メニューがね一応こういった形でありますが、なんかあれやな、エヴァっぽい、エヴァっぽいなあの僕ら用詰め旅でやってたからなんとなくこう缶詰襲来とかもまさにね、夜メニューとかあるんですけど、これ昼もね頼めるということなんで、はい、ランチ帯でも夜メニューを頼むことができます。うどん屋さんと、まあ、日本酒とかしたお酒を一緒に楽しめるお店なんですよね、うどん居酒屋。うどん居酒屋だからこういった一品メニューがあって、焼き系やね、まあ、唐揚げとか、うん、ポテトフライとか、まあ、みんな大好き系やね、小餅ししゃもとか、日本酒が進むようなやつがありますね。お酒に合うやつやね。で、このちょっと京鴨の戦いってね、肉しぐれとか肝しぐれとか、すごいな、鴨でこんな種類あんねんな。な、ローススモークとかな、すごいな、ね、で、これが面白いよね、缶詰襲来っていうところで、缶詰のね商品名のところにこういったね色のねシール貼ってあるんですけど、そのシールによって値段が違うと、800円から1200円。こんな店ないよな、缶詰売ってるっていうの。ないな。ドリンクになってます。これレモンサワー系があったりとか、まあ、ウイスキーとかね、あと日本酒もありますね、まあ、いろんな日本酒置いてあるもんな。そうやんな、ね、リキュール系も結構豊富やからさ、うん、助手系にもめちゃくちゃ良さそうやなそうやね、うん、ソフトドリンクも豊富にありますしね。メニュー注文するときはスマートフォンからこの QR コードを読み取ってもらって注文できるというところなんで、ちょっとこちらやっていきましょうか。はい、はい、いただきます。トッピングしてるからモモとロース両方あるって贅沢。じゃあまずはこのだしの方からいただきます、はい、うまみめっちゃ浮いてるの分かる。モモ、あーすげー優しいな。やっぱり鴨のコクみたいなのがしっかり出てる気がする、だしとして。うどんいただきます。うん、うまい。しっかりとあの太めのうどんでコシも感じるし、でね、やっぱ吸った時に、ね、ほのかにこのだしの、まあ、鴨のね旨味コクが出てるんでしょうね。鼻からスンと抜ける感じがあってめちゃくちゃ美味しいですね。おそらくこちらが脂身多いからロースやと思うねんな。いただきます。うん、
鶏肉というよりは結構豚肉に近い感じがあって、でも豚肉よりもなんかねヘルシーに、ね、楽しめる感じがしますね。うん、めちゃくちゃ美味しい。で脂身多そうに見えるけど、そのなんか強いこう脂っていう感じはしてないし、めちゃくちゃ食べやすいな。臭みとかも一切ないですね。おそらくこちらがもも、逆やったら別に申し訳ないけど食感全然違うわ。今食べた方はちょっとまだね、なんかこのバラッとした感じがあって、なんかちょっとだけレバーっぽさがあるよなっていう感じがします。食感といい、うん、でもこれも美味しいね。うまい、出汁からうまいね。やっぱじゃあ次、混ぜご飯というところで、しそひじきというところで、ね、いただきます。こちら日によって変わるらしいですね。うんおー、これはうまいわ。これは癖になる。カリッカリッみたいな感じの食感が口の中にありますね。なんか山椒っぽいもん入ってる。でも山椒ほど味が強くなくて、ひじきの味も結構強くガツンと出てるんですけども、これがご飯とマッチして美味しいですね。炊いてくれてるん、煮てくれてるんか、うん、ちょっとなんか甘い感じ。ああ甘い感じあるな、うんうん、めっちゃご飯進むね、うん、カモ丼とミニカス丼そうやねのセット、ね、はい。めちゃくちゃ上品なお出汁に、うん、この油かすのね旨味がもう染み込んでますね。いいな、絶対うまいやつやな。あ、全然違うわ。やっぱりカモとこっちはもう完全にもう油かすやな。もうコクが出てるわ。もう肉食系とカモちょっと言い方わからんけどもう全然違うな。きたー、カモ丼なかなかのボリュームやな。めっちゃ量多くてびっくりしてる歯ごたえがすごい。めっちゃリアクションしてんねんけどさ、カメラに映ってないから、おんちゃんこのリアクション映ってないから。まあ、ソルト&ペッパーやからね、うん、ご飯がめちゃくちゃ進むし、お酒にも合う味やと思う。気になる。まず、カモのお肉の歯ごたえがすごくて。いや、そうなんや、うん、鶏皮丼みたいな感じやな。そう、焼き鳥丼みたいな。焼き鳥丼、確かに見た目は完全そうやな。そうそうそう、これは癖になるわ。僕食べたところ卵黄とね、絡んだところ食べたんで、すごいそのマイルドにいただけて、結構そのお肉自体はそれこそほんまに噛み応えがあって、噛めば噛むだけなんか旨味がこう出てくるような、鶏皮をいただいてる感覚やったな、うん、しかも鴨ってなったらめっちゃ高いイメージだったけど、確かにわりかし手が出しやすい価格帯というところでね、うん、テイスさんのおすすめというところで、はい、2品いただいたんで、まずこちらから食べていきたいと思います。鴨の肝とか人生で初めてやわ。食べる機会ないよな。ないないない、まあ、いただきます。うまっ、これはやばい。肝やけど肝の癖みたいなのが全然ない。まあ、このごま油とねいい感じでこう調理してくれてるってところもあって、めちゃくちゃ美味しく、ねっとりクリーミーやね。そうやね、ねっとりクリーミー、それやわしぐれ煮か、うん、色合いも全然違うしな、うん、いただきます。これはビール飲みたなる。ビールが進むような感じで、ちょっと濃いめの味付けになってるんですよね。それがまた美味しいですよね。ご飯にも合いそうやな。合うな、間違いなくな。同じレバーでもやっぱでも違うね。全然違う、食感もそうやし、そうそうそう、味付けも全然違うな。ごちそうさまです。めちゃくちゃお腹いっぱい。詳しい感想は後ほど。これお会計の時はこちら QR コードから会計に進むっていうボタンがあるんで、下にねこうしてもらったらこうやって値段出てきますと。ナラコミ、はい、てなわけで六甲少女さんの方でおうどんいただいたんですけども、うまかったですね、コクマということでね。まずこちらの店なんですけども、二の口駅から、まあ、徒歩でだいたいね 5,6 分の場所にあるお店になっておりまして、こちら2023年のね3月13日にオープンしたばっかりのお店というところで、まあ、3、4ヶ月ほどしかね経っていないね、まあ、新店舗になります。結構外観を見る感じになんかちょっと敷居高そうなおしゃれな感じのね雰囲気のお店なんですけども、もちろん中はね結構おしゃれな感じではあるんですが、値段見る感じね、まあ、誰でも気軽にね入りやすいお店ちゃうかなと思います。おーちゃん、今回食べてみていかがでしたか。いや、あんなにもね鴨を楽しむことができるなんて今までなかったからね、もうすごい良かったよね。ものによってね味付けとか食感とかも全然違うし、こちらうどん居酒屋っていうこともあって、
お酒と一緒に楽しめるような一品もいっぱいありましたんで、お酒を楽しみたいって方にとってもね、すごくねおすすめのお店やなと思います。まあ、それこそね、だからお友達であったりとか、あとご家族であったりとか、なんかデートで使えたりとか、あと仕事関係なんかでもね、なんか使えたりするようなお店やなと思いましたんで、駅近いしね、ぜひね気になった方こちら使ってもらえたらなと思います。駐車場に関してなんですけども、こちらお店のね横側にね駐車場ありまして、まあ、4、5台ぐらいね止めれる感じになってますんでね、そちらに止めていただければなと思います。調査の結果なんですけども、ランチ代は1000円前後で美味しい鴨うどんなんかがいただけて、がっつり食べたい人もお酒と一緒に楽しみたい方にとっても使えるお店です。とにかくねコストパフォーマンスがいいお店やなと思いますので、気になった方はねぜひ行ってもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方をポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のおんちゃん雑学、六根症状ってどういう意味か知ってる？体のなんちゃらやろ。そうそう、心身に功徳が満ち自在に働けるように、感覚と認識の基礎となる目、耳、鼻、舌、身、胃の六根を正常にすることっていう意味らしいね。僕に必要やな、正常してもらわな。そうやな、お酒でな。次回までお会いしましょう。バイ。それちゃうやつや